何か分かった？親父さんのことはまだ何も。そう。だが広場のシュウという人の家がゴロツキに襲われたそうだ。シュウ、リンの家が？父もそのゴロツキに？いや、それは分からない。リョウ、明日は私も一緒に行く。え？やっぱりゴロツキのことが気になる。もっと詳しい話を聞きたい。そうか、よし、そうしよう。うん。ここはシェンファの部屋だったな。リョウ。どうした、シェンファ。リンの家に来たゴロツキのこと。ああ。やっぱり気になる。確かに、何か関係があるのかもしれない。明日は、私もリョウと一緒に村の人の話を聞きに行く。ああ。自分で確かめたい。シェンファ。何、リョウ。お父さんは何か言ってなかったのか、最後に家を出るときに。ううん、何も。いつもと変わらない。そうか。ただただただ洞窟に向かう父が何度も振り返って私を見ていたのを覚えてる。そうだったのか。もしかするともう帰れないことを分かっていたのかもしれない。シェンファ。何、リョウ。あの洞窟のことだけど。私もあの洞窟に初めて入ったの。父があんなものを掘っていたなんて知らなかった。そうなのか。あの鳳凰と竜、俺の持っている鏡と同じだった。ええ、それに父の手紙。リョウがその鏡を持ってここへ来ることを父はまるで知っていたよう。そうだな。でもなぜだ。それは父に聞かなければわからない。そうか。
おはよう、リョウ。おはよう。よく眠れた？ああ。シェンファー。何、リョウ。今日は一緒に村へ行こう。そうだな。話なら、村へ行く途中でね。シェンファー。何、リョウ。出かける支度をしないと。そうだな。うん、急ごう。こうやって歩いてみるとシェンファーの家は随分村から離れてるんだな。ああ、そうね。何か理由が？石切り場。石切り場？そう、あそこは特別な場所。私も入ってはいけない。そうか、特別な石切り場を守るためにあそこに家が。きっとそうだと思う。父は何も教えてはくれなかったけど。そうか。あの石切り場の竜と鳳凰は一体何のために？わからない。でもあれはシェンファのお父さんが掘ったものなんだろう？うん、きっとそう。でも父一人じゃないと思う。一人じゃない？どういうことだ？多分何代も前から続いてきた仕事。何代も？じゃあシェンファのおじいさんとかも？うん、そのもっと前も。シェンファは昔の話を聞いたことがあるのか？ううん、何も。私が大人になったら話すと父は言っていたけど。じゃああの石切り場が昔からあるのをどうして知っていたんだ？この村の人はみんなそうだから。みんな？うん、石堀氏は何代も前から石堀氏。漁師もそう。畑を耕す人も牛を育てる人もどれも何代も前からずっと続いている。そうなのか。それがこの村の暮らし。ここは道場か？そう、ここは武甲館といって、この村に古くからある道場。武甲館。昔はここへ入門するために遠くからいろんな流派の剣法家が集まってきた。でも今は訪れる人もいない。そうなのか。亮、時間があったらここで練習するといい。俺もいいのか？うん、今は剣法を志す人すべてに門戸が開かれている。うん？新たな修行者かの？
え？日本人か。はい。ここは武功館。何百年もの間、多くの剣法家が修行を積んできた古の道場じゃ。何百年も。もし進む道を迷った時には、ここで修行を積み技を磨くがよかろう。ここで修行ができるんですか？うん。修行ばかりではない。修行の成果を試合で試すこともできる。やります。試合か、よかろう。ではまずベニトラが相手じゃ。ここでは最下級の武装じゃが、侮れんぞ。武功館に入門するか？はい、お願いします。うん。お主の名は？葉月亮です。ではその名の札を用意しよう。まずは最も下の段位からじゃ。段位？うん。上位の者と試合を行って勝てばその段位に昇格するのじゃ。訓風を積み、日々怠ることなく修行に励みなさい。